ドリームチェイサーです。今回はこちら、仮面ライダーエグゼイドのデラックスガシャコンマグナムを紹介します。はい、こちら昨日発売ということで、もう一個ブレイブのガシャコンソードも手には入れてるんですが、ちょっとまだ撮影が追いつかなくて、今回はとりあえず先に新しい方のこちらのマグナムを紹介していきます。こちらはスナイプの武器ですね。かっこいいです。電池が必要ですね。単4巻電池2本を用意しておいてください。はい、ではちょっと裏面見ていきましょう。はい、いつもと同じようにこの A ボタンを押すと、ロックが解除されてモードが変えられるんですね。ハンドガンモードとライフルモードに変形ができます。 B ボタンでスペシャル攻撃ができます。はい、後ろの部分にガシャットを差し込む部分があって、別売りのライダーガシャットをセットすると必殺技が発動できます。かっこいい感じですね。ここも光るんでしょうか。楽しみに見ていきましょう。はい、では開けていきます。どれくらいの大きさなのかな。お、箱の大きさはしっかり。はい、じゃじゃーん。あ、これぐらいか。でも子供が持ったら結構大きいのかな。もう一回り細長いというか、縦に長い感じのイメージを持っていたんですが、はい、思ったよりコンパクトというか、ハンドガンモードの時にはちょうどいい大きさかな。ライフルモードで入っていましたね。 A ボタンを押して、この上のボタンを押すとこんな感じで曲げれますね。はい、カチャッと止まると、こちらでハンドガンモードになります。この大きさはすごくいい感じの大きさですね。個人的にはこの場所までこう銃口が伸びていたら、ライフルっぽさがさらにちょっと長さが出てよかったんじゃないかなと思うんですが、まあ箱の大きさとの兼ね合いでしょうかね。はい、まだなんないですね。ここに電池を入れてないのでまだ全然ならないんですけど、うん、引いた感じもすごいいいですね。この緑の部分はクリアパーツで、この青い部分がちょっとラメっぽい感じになってて、とっても綺麗です。はい、マークも入ってますね。そして A ボタンを押すと、さっきと違ってもすぐ解除されて開くようになります。お、そしてなんかここ出てきた。あ、ここは可動式？あ、違うのかな。これ倒れてますけど、もう一回やりますね。ハンドガンモードから広げるとここが出てくるのかな。よいしょ。はい、押して開くと出てきますね。へえ、面白い。これで狙い撃ちみたいな感じですね。これは面白い。かっこいいですね。お、しまった。これはどうやって外すんでしょう。もうここを出したいときはもう一回閉じるしかないんですかね。そうみたいですね。では電池を入れてしまいます。この部分ですね。はい、今回はネジがないなと思ったんですけれども、ここのボタンというか奥に押し込んで、ちょっと手前にスライドさせると開くような仕組みになっています。向きに注意して電池を入れてあげたら、そのままスライドして戻してあげれば、はい、これで完了です。スイッチはここにありますね。入れてみましょう。光る感じはないですね。どうなんだろう、ちょっと試し撃ち。はい、ライフルの時はこんな音声。そしてハンドガンは、あ、ちょっと音声違いますね。へえ。でも個人的にはもうちょっと激しい感じの音が欲しかったかな。お、これでチャージできるのかな。おー、レ
本だ。なるほど、今回もこんな感じで音声変わるんですね。今回は押した音声はあんまり関係ないかな。ちょっと開いてライフルモードでもやってみましょう。ズッキューンですね。はい、では B ボタン。お、大気音。じゃあ打ってみます。おお、結構激しい。ちょっと連続して押してみます。場合は、B ボタンを押した数だけその後で、流れる音声がちょっとずつ変わっていきますね。押した回数だけ繰り返す感じになっています。ではガシャッと入れて音声を聞いてみましょう。はい、ではこちらのバンバンシューティングガシャッとを入れていきましょう。まずはこのまま。あれ、これは決め技スロットの時と同じかな。取り出す時はこうですね、はい、もう一回入れて今度は B ボタンも一緒に押してみましょう。押してみます。最新の一発出たんですけど、こっちは、あ、今かな。あ、うまいこと音がリンクしなかったですね。これリンクすればとってもかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと音がずれてしまったので、それぞれ単体で音が出たって感じになっちゃいましたね。では今度は、ちょっとちっちゃくして、はい。ハンドガンモードでも行きましょう。音の方が早いのであんまりリンクしてる感じが出ないですね。ちょっとこれは残念。はい、でもかっこいいですね。武器自体はとってもかっこいいし、握りやすいので子供も使いやすいんじゃないかなと思います。何よりもあのライフルの狙う場所、これがあるのはちょっと本格的でいいですね。子供が遊ぶ時にはこんな感じで持って撃ったりするとさらにちょっといい感じになるんじゃないかなと思います。はい、かっこいいですね。はい、他のガシャットもちょっと入れてみましょう。同じような役割を果たしてくれる感じですね。これは、まだ決め技スロットホルダーを持ってない子にはいいんじゃないかなと思います。こちらでも必殺技が打てるし音声が聞けて楽しめます。ガシャットはこのまま引っ張っても抜けないような仕組みになっています。取り外すときは上の黒いボタンを押してから引っ張ってあげてください。
はい、というわけで今回は仮面ライダーエグゼイドのスナイプの武器デラックスガシャコンマグナムを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。